世界初かも。猫でもわかる。ゆっくりギター解説。気まぐれでいきなり始まった新シリーズ、ギターいじり編。前回の作業は大失敗。果たしてリカバリーはできるのか。行ってみよう。ねえ、マリサ、このまま、20万円がゴミになっちゃうのかしら？それは、おっさん次第だな。ま、ぶっちゃけ、また穴を埋めて、開け直せば済む話だからな。そりゃそうだけど。というわけで、いきなりこの動画にたどり着いた方、はじめましての方ははじめまして。RG5150 でーす。何よ、それ、今まで自己紹介なんてしたことなかったじゃないのよ。ちょっと、まゆちゃんの真似をしたくなってな。そろそろ、ライブのブルーレイも出るしね。だな。と、ネモフィラのファンの方しかわからないような話題はここまでにして。せっかく作業を完了し、さあ、弦を張ろうとした矢先、まさかの作業失敗に気づいたおっさん。ギターとおっさんの運命は？よろしければ、ボル1から、ご覧くださいね。というわけで、失敗の概要は、ロックナットを固定したと思ったら、ナットの位置が1ミリ以上ヘッド側へずれていた、というものだった。そのままだと、スケールが変わっちゃうから、音程が合わないのよね。その通り、ナットの位置をちょろっと上下に動かすだけなら、イントネーション調整で対応できるが、前後に動かしてしまうと、そもそもの現状が変わってしまうので、指板に打ってあるフレットと音程が合わなくなる、という理屈だ。なるほどね。ま、やりようによっては、なんとかならないでもないが、本題からずれるので省略。なんとかなったとしても、そもそもナットと指板の間に隙間があるのは、ちょっと気持ちが悪いので、ここは、やっぱり修正しよう。一体どうなるのかしら？というわけで、作業がどうなっているのかというと、とりあえず、固定用ネジを外してみた。で、締め直すのかしら？そうみたいだな。単純ね、それで、済めば、の話だな。ワクワク。ワクワクしちゃうところじゃないと思うが。ダメみたいだな。せっかく若い可愛い子とチャンスがあったのに、立たなかったのね。だいぶ間違ってるような気がするぞ。結局諦めて、コンドーム外しちゃったわよ。これはコンドームじゃないぞ。諦めきれずに、道具を使おうっていう魂胆ね。おう。ちょっと。いきなり追っ始めたわよ。なんか、表現に悪意があるような。だって、ロックナットだけじゃなく、シムも挟んだままよ。おっさんも、動揺してるんだろうな。
どうしよう。で？反省してるわ。諦めないのね。ここまで来て諦めたら、なんとかってやつだ。また、コンドームつける気よ。これは、ロックナット、な。そうだったわね。今回の作業を振り返ってみるが、どうやら、穴の深さが足りなかったらしい。つまり、おっさんのが大きくて入らなかった、ってこと？それ、ちょっと嬉しいな。じゃなくて、初めのドリルの際、慎重になりすぎて、せっかくの目印を活かせなかった、ってことだな。せっかくの若い可愛い子を活かせられないなんて、下手くそ。おう。ということで、再ドリルで、ちょっと深めに掘ってみた。なんか、いやらしいわね。おう。今度は、ちゃんと、ロックナットをフィンガーボードに押し付けながらのねじ込みだ。押し付けて、ねじ込むって、その辺でやめておいた方が。今度は大丈夫そうかしら？目視確認中だ。ちょっと、なんか、ロックナットがグラグラしてるわよ。だな。また外すのね。仕方ないな。まだ、足りないのね。これで、貫通しちゃった。って落ちは、ないの？貫通はしてないぞ。そっちじゃなくて、幸い、大丈夫なようだ。
たび、ロックナットをフィンガーボードに押し付けながら、生きり立ったものを、やめておけ。グラグラしなくなったみたいね。今度は大丈夫そうだな。20万円をドブに捨てるところだったわね。やっぱり保証修理に出しておくべきだった、と、何度もよぎったようだがな。自分で作業しちゃったから、もう保証は効かないわよ、だな。だが、弦を張って弾いてみるまでは、実際のところはわからないからな。確かに。というわけで、軽くクリーニングの後、弦張りだ。弦張りは、おっさん激推し、ボールエンドを切らず、ペグポストから通していく方法をご覧いただきます。帰ってきた J カスタムでもやってたけど、ヘッドの部分は映ってなかったもんね。それでは、次回の動画をお楽しみに。ご視聴、ありがとうございました。